た、キプロス・トルコ共和国、通称北キプロスは、キプロス島の北部に存在する国である。1983年、隣国トルコの軍事的な後ろ盾を得て、キプロス共和国からの独立を宣言した。トルコ以外からの国家承認は受けていないが、キプロス共和国の実効支配は及んでいない。1960年に、イギリスからの独立を達成したキプロスでは、 人口の8割を占めるギリシャ系住民を中心にギリシャとの合併を求める声が根強く存在していた。これを背景に1974年7月15日、ギリシャ合併推進派によるクーデターが発生。これに対しトルコはトルコ系住民の保護を目的に派兵し、キプロス島北部を占領した。これ以後キプロス全島からトルコ軍占領地域に、 トルコ系住民が移住する一方、トルコ軍占領地域内のギリシャ系住民は南部に続々と脱出、トルコ系住民が圧倒的多数派を占める北キプロスの半島が確立された。1983年から1984年の国旗トルコ系住民は、トルコの庇護のもと、翌1975年にキプロス連邦トルコ人共和国を結成し、 キプロス共和国の連邦国家としての再編成を要求した。これを受け1970年代を通じて国際連合の仲介により断続的に統合交渉が持たれたが南キプロスがクーデター以前の体制の復活を要求したのに対し北キプロスは南北キプロスによる対等な連邦国家樹立を要求するなど交渉は折り合いを見せず 北キプロス側は1983年11月15日に独立を宣言した。これにより、両国の分断状態は確定したものとなった。2004年、国連は連邦制による再統合案を示して、交渉を仲介し、南北同時住民投票にこぎつけたが、これも南側の反対多数により否決された。この結果を受けて、分断状態の長期化、 固定化を懸念したヨーロッパ連合は北キプロスの経済支援を開始し、直接通商の解禁を表明するなど、北キプロスを独立国家として認め、実質的に国際社会へ参加させようという動きも受け始めている。2016年11月7日、南北キプロスの再統合交渉がスイスのモンペルランにて開催。再統合後に、 連邦制を採用することが合意され、年内の包括合意を目指して、協議を進めることとなったが、トルコ軍の駐留をめぐる対立により交渉は、決裂した。国家元首は、大統領で、分割以前に、キプロス共和国副大統領だった、トルコ系有力政治家、ラウフ・デンクタシュが、独立宣言以来長く務めていたが、2005年4月24日に、 共和トルコ党のメフメトアディタラート党首に交代した。現在の大統領は、レフコ社の北キプロス側の市長を務めたムスタファー・クンジュである。1985年に定められた憲法により、大統領の任期は5年と定められている。立法は一員制の共和国議会で、議員内閣制に基づいて首相が置かれる。司法は、長官と7名の判事を要する最高裁判所が、 司さどる。国防はトルコに依存しており、現在も支配領域には数万人規模のトルコ軍が駐留する。北、キプロスに軍は存在しないが、警備隊を保有している。沿岸警備隊と警備隊航空司令部があり、警備隊航空司令部は AS532 を2機保有しており、兵員輸送や紹介、捜索救難に使用する。なおラウンデルは存在しない。 沿岸警備隊は16隻の艦船を保有している。北、キプロスを国家承認する国はトルコ共和国以外に存在しない。キプロス共和国からの分離に至る経緯から建前としては独立国家という形をとっているが、独立後も実際にはトルコの強い影響下に置かれている区物政権と見られている。首都、レフコ社において、 国会の建物よりもトルコ大使館の方が大きい。そのため、トルコ軍の支援なしに独立できなかったのだから、国家の要件たある実効的支配をなし得る政府が、欠けているとして、北キプロスは国家として国際法上成立していないとする学説もある。前述の通り日本政府は北、キプロスを国家承認しておらず、その領土については、トルコ軍実効支配地域と呼称している。 もともと、キプロス共和国の独立以前から、トルコ系住民の間には、キプロス島をトルコ系とギリシャ系の領域に分割して、トルコに帰属させるべきとの主張があり、トルコは、キプロス問題の行方によっては来た、キプロスを併合することもあり得るとしてきたほどである。近年のトルコ共和国は、国際連合案による統合住民投票に賛成するなど、EU 加盟交渉を睨んで、 キプロス問題に対する態度を柔軟化させているが一方で依然として南のキプロス共和国の承認を拒み北キプロスから手を引かない姿勢も見せている2020年11月15日北キプロスを訪問していたトルコのレジェップ・タイップ・エルドアン大統領は南北統合に対して否定的な見解を述べたヨーロッパ諸国は 1974年のトルコによる北キプロス占領以来、北、キプロスに対して経済制裁を加え、通行、通商などを厳しく制限してきた。2004年には、キプロス共和国のヨーロッパ連合加盟に先立って行われた住民投票で、北キプロスの住民の大多数が再統合に賛成したことが評価され、EU は経済制裁の解除、 経済支援の実施を表明したが、加盟国キプロス共和国の反対等により、規模を制限された。また、トルコも参加するイスラム諸国会議機構は、以前から、北、キプロスをオブザーバーとして参加させてきたが、2004年に、参加隊の名目を、キプロスムスリムトルコ共同体から、トルコ系キプロス政府に改めた。ただし、 この措置は OIC がキプロスを国家として承認したわけではなく、先の住民投票で用いられた北キプロス政府に対する故障を尊重したものであると説明されている。国土面積はキプロス島の約36%を占め、現在の沖縄県に奄美群島を足した面積にほぼ等しい。北キプロスは6つの地区に分かれている。 トルコのみが承認する独立国家であるという事情から貿易相手がトルコのみに限られ外国からの資本導入も難しいという事情のために欧州連合加盟を果たした南キプロスに対して大きな経済格差を起こしている北キプロス独自の通貨はなくトルコの通貨を用いている2005年の新トルコリラ導入を経て現在の通貨はトルコリラであるトルコに 経済的に依存しているため、1990年代以降、旧トルコリラのインフレーションの影響を受けて苦しんだ。観光客の誘致を進めるために、トルコでは禁止されているカジノがあるが、口実する交通の問題と入国上の不利もあり、観光産業は南キプロスと比べると好調とは言えない。近年では、教育産業が意外な発展を遂げている。欧州、アフリカ、 中東のいずれからも近く、強大なトルコ軍の支援があるため治安が良い。また欧州よりも生活費が安く、英語で授業を受けることができる。この地域特有の理由として、グリーンラインなど国家分断の現実を目の当たりにできることから、政治家や外交官を目指して、政治学や国際関係学を志す学生に魅力的な環境という。 他に目立った産業がないこともあって、北、キプロスでは2009年の歳入の1割以上が大学関連収入となっている。2008年の推定 GDP は39億ドル。一人当たり GDP は、キプロス共和国の約2、3と推計されている。キプロス全域に住むトルコ系住民の98.7%が、居住していると言われ、トルコ共和国から移住してきた。 トルコ人と合わせてトルコ語を母語とする、トルコ系住民が全人口の99%を占める。宗教は99%が、ムスリムで、ごく少数のギリシャ系の正教会信徒のほか、マロンハキリスト教徒、バハイ教徒などがいる。中北部ギルネの古城国営のキプロストルコ航空が、レフコ社のエルジャン空港とトルコのイスタンブール、アンカラ、イズミル、アダナの、 各都市の間を結ぶ便のほか、トルコ本土経由ロンドンへの便も運行していたが、2010年6月21日に、トルコ政府により運行停止となった。なお、キプロストルコ航空の航空機は、国籍記号にトルコの t c を用いていた。北キプロスは独立国として、国際的に承認されていないため、パスポートに、北キプロス入国員が押されていると、 キプロス共和国に不法入国したとみなされ、南キプロスとギリシャへの入国ができなくなる。ただ、この問題は入国審査の際、北キプロス入国員を別紙に押してもらうことで回避することができる。首都、レフコ社は円形の城壁を持つが、町の中心に国連の設定した干渉地帯が引かれ、北キプロスと南キプロスに分断されている。レフコ社やギルネをはじめ、 東ローマ帝国、オスマン帝国の残したモスク、修道院、城などの遺跡が多い。東部のガーズイマウサの海岸沿いにあるマラシュ地区には放棄されたおびただしい数のホテル群とギリシャ人居住区が今も残る。南北間の往来に関しては、これまでは外国人のみレフコ社のレドラパレスホテルにある検問所を通過する形での 南から北への1日訪問のみが可能であったが、2005年より、キプロス共和国、北、キプロストルコ共和国間の往来に関する規制が大幅に緩和され、南北キプロス国民の往来も可能となった。また、従来のレドラパレスホテルの南側の検問所に加え、レフコ社繁華街のレドラ通りなど、 党内7カ所のチェックポイントにて、キプロス共和国側の係官にパスポートを提示した上で、北側の検問所において別紙に入国商印を夏印する形式が取られるようになった。南側から入国した場合の南北越境は自由だが、北側に最初に入国した場合の越境は EU 市民に限られている。なお、現在では捺印式は廃止され、変わって、 出入国時にはパスポートをスキャンする方式へと変更されている。なお、キプロス共和国側は合法的な往来に際しても、北、キプロス国内において、占領当時にリシャ系キプロス人が所有していた、ホテルへの宿泊を行うことは訴訟のリスクを負うものだとする公式見解を発し、注意を呼びかけている。Population of North, ダブルスンスイットワズディクレド A。 ステート、グリークリポーター、2020年11月17日、閲覧。セクタールデベロップメンツイングロス、ナショナルプロダクト、国家計画局、2020年11月17日、閲覧。KKTC、エッケナミックゴスターギラーラポル、K.GOVTR、2020年11月17日、閲覧。ノーザン、 キプロスエコノミー・コント・ティベネス・レポート2018から2019ターキッシュ・シュプリットチャンバー・オブ・コマース2020年11月17日閲覧キプロス・再統合へ交渉イコール年内合意目指し進展模索時事通信キプロス・再統合交渉決裂国連事務総長非常に残念日本経済新聞トルコ大統領が北キプロス訪問 南北分断の固定化を主張。フランス通信社。2020年11月17日閲覧。北木プロス。国際社会。未承認孤立解消。留学生頼み毎日新聞2010年12月3日。閲覧。ありがとうございます。